自分の証をトラクトにできるサービスに、子どもが子どもたちに伝道できるよう漫画で分かりやすく書かれたトラクト、そしてコンパクトながら聖書をしっかり捉え信仰の成長を助けてくれる弟子訓練用のテキストなどを制作しているニューデイツデー。今日のクリナビは、伝道や弟子訓練の強力な助っ人となる画期的なツールを制作しているニューデイツデーの働きに注目します。皆さんこんにちは。1週間のご無沙汰でした。クリスチャンナビゲーションクリナビが始まります。今日も MC 司会導きをさせていただきます、ミッキー先生こと瀬野美月です。どうぞよろしくお願いいたします。さて、皆さんの教会では子どもたちに対するこのアプローチですね、伝道をどうやってらっしゃいますか？特にこの文書伝道、いろんな何か良い教材がないかなと探しておられる方もたくさんいらっしゃると思うんですよ。その意味でですね、素晴らしいものをたくさん今、この制作されている方々いらっしゃいます。ニューデイトゥデイという企画の中でですね、このいろんなトラクトですとか教材を作ってらっしゃいますアンディ・ミーコ先生、そして、ミーコ・ジュンコ先生に今日は来ていただいて少しお話を伺いたいと思っていますね。ご期待ください。それではお二人に入っていただきたいと思います。ではお入りください。どうぞおかけください。よくいらっしゃってくださいました。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。アンディ・ミコ先生は1972年10歳の時に宣教師の両親とともに来日、高校生まで日本で育ちアメリカの大学へ進学。大学卒業後1987年に宣教師として日本に戻り、キャンパスクルセードを通して大学生伝道に従事しました。現在保守バプテスト宣教団で働きながら、さまざまな伝道プロジェクトを日本と海外で展開しています。ミコ・ジュンコ先生は岐阜県出身。1980年からフルタイムで主に仕え、長年キャンパスクルセードで名古屋、東京で働き、現在保守バプテスト宣教団でアンディ先生と共に働いています。ゴスペルベンチャーのチーフ編集者としても活躍しています。もう以前からですね、ミーコ先生私存じ上げてるんですけれども、一度お伺いしたいと思っていたんですけれども、お二人の出会いについてですね、どちらで出会われたんですか？まあ、東京で、キャンパスクルセードを通してなんですけれども、私がもともとキャンパスクルセードのスタッフで東京に行って、で彼が大学卒業して宣教師になって、日本に、来た時に、会いました。そうなんですか。アンディ先生は日本生まれではないんですよね？ではないです、カリフォルニア生まれですけれども。そうですか、私のファミリーはでも戦後から日本に来てたんで、いろいろ制作なさっているものも私たちの教会でもね、使わせていただいたりしてるんですけれども、ニューデイトゥデイというこういうお名前つけてらっしゃいますね。この意味はありますか？はい、まあそうですね、不思議なスタートだったんですね。あまり考えて作ったわけではないです。実は、私が好きな、アニメが あるんですけれども、一応アメリカのものなんです。アメリカのもので、でその、アニメのキャラクターが、
Today is a new day っていう言葉があったんですけれども、うんうん、それが影響があったのかどうかっていうことかなと思うんです。でもある意味神様がそれを用いたっていうこともねできますよね。今日は新しい日だという素晴らしいね、はい、テーマですよね。それであのお作りになっているものの中にも以前も私もちょっとちらっと見ながら気になってたんですが New Day Today となっているんですがその New To Today New Day のところがですね、はいあのちょっとあのスペルが違うんですね。あのニューのところが、NU になってましたが、はいはい、トゥデイの TO が TU になってたと思うんですけど、まあ、これも何か意味があるんでしょうか。いやあの時々英語で、はい、アメリカでもそういうことをするんですね、ただ、ただあの一致するため、はいはいまあ、いわゆる語呂合わせですね、はいはい、語呂合わせというやつですよね、はいでロゴにはあのこの丸くなってるところがあるんですけれども、うん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 、あれはでも意味があるんですよ、うん、どういう意味でしょうか、はい、であれは一応あの松尾芭蕉の俳句から来たものなんですけれども、はい、古池や、はい、あの川津飛び込む水の音というところが、はい、からですけれどもそれがカエルが飛んだ後のところなんです。そうなんです。つまり神様のタイミング、はい神様のタイミングでジャンプをすると、その影響がずっと続いていくっていうことですね。なるほど。まあ、考えてみればね、使徒の働き一章の8節に、まあ、聖霊が下るとあなた方は力を受けてエルサレム、ユダヤ、サマリアおよびね、地の果てにまでもあれ波紋ですね。あれ考えたらね本当にその通りですねいや素晴らしいですね。あのこのニューデイトゥデイなんですけれどもどういう、 こう企画といいますか最初こう出発がありましたか。そうですね、まあうん、あの私も30年ぐらい、うんまあ、あの時は20年ぐらい日本で伝道してて、はあでやっぱりいろんな間違い、うん、いろんな失敗いろんな不満がありました、うんうん、そしてその中でやっぱり、もっとやっぱり日本に合ったアプローチ、うん、日本に合ったもの資料とかが欲しいってずっと思ってたんですね、うんはいはい、それでそこがスターティングポイントだったんですね、うん、とにかくただ、福音を伝えるんだったら、うん何が どこから一番日本的にできるかっていうことなんですね、うんうんうん、それで、まあ、ゴスペルシェアという、うん、あのシリーズを作り始めたんです、うんうんうん、でまあ教会の中にはいろんな人たちがいてそのいろんな年代の人たちとか、うんうんでまあ、教育も違うしですから、まあ、その人に合った言葉その人に合ったデザインのものがあるといいかなと思って作ってたんですね、うんうん、全然あの、うんまあ、ニューデイトゥデイが次から次、はい、こういう総合的なものになってくるっていうのは、うんうん、全然計画もなくってただ一歩一歩、まあ、さっき言ったようにその、はい、買わずカエル君が、うんうんはい、あの神様が、飛べって言ったら、はい、もうジャンプするしかない、はいうん、という感じ で、はい、で次のジャンプまた次のジャンプ、はいまた次のジャンプ、はい、という感じでできたんですね。そうですか。先生はもちろんもうアメリカ人でもいらっしゃいますけれども日本という文化を理解しながらあのどうですか日本人にそのマッチしたっていうのは何だと思いですか。日本の伝道と、まあ、西洋のでの伝道と、うん、結構違う、はいまあ、韓国での伝道、うん、中国での伝道そうです、ね、全部違いますよね。はい、はい、でこのあのニューデイトゥデイのアプローチは、うんどっちかというと、ちょっと雅のあるものっていうふうに、いいですね、はい、この、はい、やっぱりソフトタッチで優しい、うん、あのそういうのが大切なんじゃないかなと非常に思うんです、うん、はい、はいはい、そうですか。例えばね遠藤周作という作家、まあ、沈黙、うん、サイレントでもね映画にもなりましたけど、うん、彼がずっと彼はあの幼い頃カトリックですけれどもねあのキリスト教文化の中で育って非常にこう日本の文化との違和感を非常にこう感じていて、うん例えば着物が着たいのに洋服を着せられるような、このキリスト教の文化があるのようなねなんかそういう表現をしていたと思うんですけれども、うん
まあ、そういう意味では先生おっしゃる通りに日本人にマッチしたやっぱり福音の伝え方っていうのがあるっていうことですよね。でその一つが、まあ、こうちょっとソフトに日本人というのはちょっと外国の方から見るとちょっとゆっくりしすぎじゃないかとかね、そんなとこありません？全然感じませんか？いやでも、うん、私は分かりますよ本当にこの、はい、日本の気持ちが、はい、いや嬉しいですね。まあ、そういう意味ではこう日本人ってなかなかストレートにものを言ったり議論をするっていう文化よりも相手をおもんぱかるというか配慮とかいろんなそういうこうねこう心を使うっていう何かそういうところに美徳を覚えちゃうね、そういうところがある。まあ、先生はそれをまあ雅とおっしゃっておられますけど素晴らしい言葉ですよね、雅っていうのはね。いいですね、はい、はい、ニューデイトゥデイはですね教会で個人的に伝道や弟子訓練に用いることができるさまざまなツールを作っておられるということですけれども本当に驚きですね。ニューデイトゥデイでは伝道のためのトラクトシリーズと弟子訓練に最適なテキストシリーズを制作しています。トラクトシリーズには自分の証を小冊子にできるマイミラクルと子供から大人までそれぞれの世代に向けて作られた伝道用トラクトゴスペルシェアがあります。マイミラクルの表紙は36種類のデザインから選ぶことができ、世界に一つしかないオリジナルのトラクトを作ることができます。また弟子訓練用に作られたテキストシリーズはゴスペルベンチャーという大人向けのシリーズと宝探しをテーマにしたトレジャーハントベンチャーという子ども向けのシリーズがあります。聖書の基本をしっかり学び伝道ができるよう制作されたコンパクトかつパワフルなテキストシリーズです。まあ、これ素晴らしいですね先生方ね。なかなかみんな思いはつくんですけれどもその一歩が踏み出せない、まあ、そういう意味では先ほどお話しした神様がお尻を叩いてさあ飛べっていうことで先生たちがポーンと神様のご計画の中に飛び込んでそこから考えを超えた神様のこう波紋が広がっていると、まあ、そういう様子を拝見してさせていただいたんですけれどもこの一つ一つ、まあ、これはどうでしょうか、一つ一つはどうやって生み出されたものでしょうか、具体的にお話をください。はい、はい、まあ、さっきはねこのカエルの話はしましたけれども、うん、実は私はそんなに忠実なカエルではなかったことも結構あったんですよ。どっちかというとヨナ、はい、の気持ちがよくわかるような宣教師です。先生ほら日本にはね、はい、青ガエルっていうのがありまして、はいはい、ね、はい、お母さんが山に行けと言ったら川に行く、買いに行けって言ったら山に行く、天の尺って言うんですけどね。なるほど、こういう話があります。じゃあそういう変えるという感じだけれどもだったんですね。そうそうそう、はい、だから神様が飛べって言ったら、うん、飛びたくないっていう気持ちが結構ありました。はい、そうですか。はいはい、で、はい、そうですね、まあ、最初は、まあ、そのニューデイトゥデイの流れの図がありますけれども、うん、さっき先生もご覧になったと思いますが、はいはい、最初はゴスペルシェアからスタートだったんですね。みんなが福音を、うん、その人に合ったものをこうシェアできるように、うん、簡単にできるように、うん、それを作ったんですが、はい、そしていろんなところでトレーニングしましたけれども、うんうん、一つ分かったのはやっぱりいきなりそこ福音を入るのは、ちょっとトゥーマッチっていう感じなのでやっぱり最初はその心の準備 を大切にしたいと思ってて、で、まあ、それもさまざまな方法を使ってやってたんですけれども、一つは例えばリスクライド の漫画とか、はい、でも、何よりもいいなのが、うん、やっぱり一人一人のストーリーなんですね。でそこからマイミラクルが結局始まって、はい、でもそれもですね、私たちのだけのアイデアではなく、うん、私東ヨーロッパで、うん、ある、選挙団体がを作ってたんです、このマイストーリーっていうやつを。ただそれが みんな同じ茶色で、うん、一応自分の名前は入るかもしれないけれども、はい、でほとんど福音メッセージです。で個人のことはちょっぴりだけ入ることなんですね、はい、うん、
で全部茶色だし、もっとスタイルしにね、先生みたいに、いろんなこのあの、ね、はい、こうデザインが、その人に合ったデザインとか、そのストーリーをもうちょっとリッチに語ることが大切なんだよ。それもあったし、まあ、一つ一つですね。でその後ゴスペルベンチャー、ゴスペルベンチャーは最初は、あのただ一つのブックで簡単に進行をこう固めるために、というふうに考えていたんですけれども、そこでまた神様が、いえいえジャンプってジャンプしたくない、お金がないとか全部その人がしっかりした弟子までに行くまで、そしてその人が他の人たちを弟子化に、するっていうところまでしましょうっていう、まあ、あの一つ一つそういう、あの私たちの計画ではなかったんですけれども、不思議になっていったということになりました。そうですか。あの先生のこうデザインをこう全て見せていただいているんですけれども、あの本当にこの制作はお二人がいろんなところに細かく関わりながらやってらっしゃるということですね。でも本当に2人だけでできなくって、やっぱりたくさんの手伝ってくださる方たちがいらっしゃって、でやっぱりそのデザイン、あの新生宣教団の方で、あの私たちいつも印刷させていただいているんですが、あそこのデザイン部は本当に充実しているなって、いつも私たちも驚きながら感謝して、手伝っていただいています。そうですか。この電動ツールがですね、ニューデイトゥデイのこの電動ツールがどのように用いられているのかを皆さんと共に、少し見てみたいと思います。私たちの教会では、ゴスペルベンチャー、1から5冊 と、あとは何枚かトラクトを使わせてもらっています。東京都下北沢にある下北沢グレースガーデンチャーチでは、中学生から90歳まで幅広い世代の方々がニューデイツデイのゴスペルベンチャーを使って聖書を学んでいます。ちょうど私たちの教会で、まあ、バプテスマのための準備の、まあ、何かいいテキストないだろうかなと思って、いたんですけど、なかなかいいのに出会わなくて、まあ、何人かの先生に聞いてみたら、まあ、すごくいいよねっていうような感想も聞いたりして、これ少し見てみようかなと思って見てみたら、すごいいい内容だったので、今教会の年齢別の会でもあのこのテキストを学び始めているところです。なので、まあ、そういうところでみんなが信仰の基礎をですね、まあ、確認できたらなというふうに思っています。どうぞこの時間を通して私たちが、神の御子と信仰の一致へと導かれていきますように、主をどうぞ無事に帰りに行ってください。お願いいたします。現在は感染症対策のためオンラインで学んでいます。じゃあ少し考察見ていきましょうかね。イエス様が与えてくださる水は乾くことのない水、永遠の命への水というふうに書きます。まあ、ゴスペルベンチャーの内容自体もすごくあの基礎的なことを取り扱っているところなので、まあ、そういうことを通してエペソの4章で語られているような、まあ、神の御子と信仰の一致へと教会が向かっていけたらなというふうに思っています。やっぱりそれぞれが聖書と向き合って、聖書の中から、答えを導き出していくという形に、まあ、構成の基本がなっているので、とてもそれが、まあ、肝心な部分で、すごく大事な部分だと思っているので、聖書から聞くということがですね、なのでその部分がとても気に入っているところですね。あとは設問がすごく充実しているので、それを分かち合う場面でもすごく良い形でなされていて、雰囲気もすごく分かち合いもいいので、本当感謝しているところです。バイブルクラスに参加されている方々からも、学びやすく聖書を楽しく学ぶことができると好評を得ています。書かれていることにまた発見があって、で、ああそういうことだったんだっていうことを、この考察や設問に答えることで確認ができて、で他の方とも確認が できていくっていう、その一歩一歩がとても楽しいです。この、 あのゴスペルベンチャーは全然違う視点が違って描かれててですね、非常に聖書が自分に身近なものになるという、そういう意味で非常に親しみやすい
くなったなという印象を受けてますね、僕は。はい、現代の立法の中に閉じ込められていたのかなと思って、解き放されたっていう感覚、すごい自由になれて嬉しいです。まあ、他の方の分かち合いからもすごく恵みを受けていて、まあ、その恵みを聞くことによって、本当に私自身の中にも喜びが増してくる、本当に貴重な体験をしています。改めてこのゴスペルベンチャー自体は、まあ、厚さから言ってももうすごく、薄いですけど、まあ、全体で5冊ありますけど、すごく、まあ、はっきり言えば難しくない、うん、単純にやっぱ聖書に書かれていることをみんなで受け取ろうってことがメインなので、まあ、本当に今までの、まあ、少しこう学びに対するアレルギーを持っている方々がやっぱ少しこう変えられてきて、このゴスペルベンチャーの学びをするのを少し楽しみに思っているような方々もいらっしゃいますね。みんなで共に学び、一つとなって伝道していくためにゴスペルベンチャーが用いられています。個人の証をこのトラクトにしてくださるマイミラクルという、そういう働きがあると伺ったんですね。特に表紙のデザインも36種類から選ぶことができるというんですけども、これちょっと私も今考えてるんですけれどもどういうものでしょうか。はい、先生ぜひ本当に考えて作ってください、はい、で、はい、この最初は6種類のデザインだったんですけれども、最近ゾッと増やしまして36種類になりました。で、このマイミラクルっていうのは、この個人の証を、こういう形で、小さいブックレットで印刷して、そしてそれを皆さんに分かち合うことができるっていうスタイルなんですけれども、これは私たちやっぱりこの働きの中で、全てのクリスチャンがやっぱりイエス様につながって素晴らしい証を持っている、それがもっともっと語られるべきじゃないか、語られたらいいなっていう。でもやっぱりその証を語るって言ってもどうやって語ろうかってね、また本当に短い時間でこうよって語るのも難しい、それを簡単に魅力的に伝える方法、それで生み出されたのがこのマイミラクルっていう小冊子なんですね。これは先生、内容としては、ま、表は素晴らしい、その36種類からも選べるということですけれども、はい、中としては見開き、はい、何ページとかになるんですか。これは、3分間のそれぞれの個人的な証なんですね、はい、で3分だから、本当に長すぎない、ちょうどいいぐらいの、その人のストーリーが書いてあって、でその後半にはそれを読んだ人にもう少し神様を見上げてみませんかみたいな、おすすめのちょこっと雅のあるんであまり押し付けない、はい、でもストーリーを読んだ後に神様へ目を向けたらいかがですかっていうおすすめ、それが入っている、そういう、はい、小冊子です。で、実はこれね、私の母の90歳の時に母が作ったんです。でそれがきっかけで、東北の被災地の教会のご婦人方、ご婦人中島さんという方が作られて、でそれを教会に来られた本田さんという方、に渡して、で本田さんは毎日毎日それを読んで、それで本当に心に迫るものがあって、本田さんはイエス様を信じました。そして本田さんともう一人小林さんという人が洗礼を受けました、でそのお二人もこういうマイミラクルっていう作って、それをいろんな方に配ってるんですよ。素晴らしいですね。でまた、今年ね、大阪のある教会が50周年記念を、があるんですけれども、その記念行事として、信徒の200名の方に全員に証を書いてもらう、励まして、でその中から20人選抜でマイミラクルを作りましょうって今その企画が進んでるんです。でもやっぱり一人の人がこうやって証を始める、それを通してどんどんいろんなところに広がっているなっていうのをすごい感じます。だからいろんな生き方がね、こうやって証を始めたらもう本当に素晴らしく広がっていくんじゃないかなって期待してます。はい、私はね、いつもね、信徒の方々にもお話しするのが、
100人のクリスチャンがいたら100人のイエス様との出会いがあるんだっていうこと、うん、ですからそれを今文章とかこういう形にして伝道ツールとして用いると素晴らしいですね。なかなかこの言葉だけではもうなかなか顔を見ながら、特に日本人はもうどうしても顔色を見てしまいますのでね、喋れなくなることもたくさんありますから、これをこうお渡しするっていうことで伝わる、まさに雅伝道。これそしてやっぱりこれ、ね、自分のストーリーなので、うんうん、それに反対する人いないんですよね、うんうん、で私もこういう自分のストーリー、これ、うん、私のストーリー読んでみてくださいっていうと、うん、みんなあすごいですねっていう感じで、うんうん、割と喜んで、うん、受け取ってくださいますね。必ずそのすごいっていう言葉が出てくるんですよね、うん、はいはい、いいですね。どうしてもこう今まで の, アメリカからの宣教師、まあ、韓国もそうですけれども、この白か黒か信じるか信じないかみたいなのを決断を迫るっていうような宣教をしてきた歴史があったような気がするんですが、そういう意味ではこう少しソフトに、まさに雅に少しその選択を委ねるような、しかしちゃんとこちらからその福音を伝えているっていうこと、これ本当に大切ですし素晴らしいですね。この働きが大いに祝福されますようにね、お祈りしておりますね。そんな中でこのトレジャーハントというこのものはなんと世界で15カ国ですか。わあすごいですね。15カ国語に翻訳されながら用いられているということなんですけども、この政策についても少しお話しいただけますでしょうか。はい、はい、そうです。それも全然計画には入ってなかったんですけれども、まあ、一応そのトレジャーハントのね、うんうん、ポケット漫画っていうんですけれども、はいはいはい、これはまあ、日本のために作ったんです、はい、しかしご存知の通り、うん、やっぱり日本の漫画はすごい世界で有名なんですね、うん、日本のアニメとか、うん、はいはい、ですからこれを使いたいっていう依頼があったわけですね、うん、であちこち、そして私が、まあ、いろんなところ世界いろんなところ行っているうちに、うんうん、紹介したら、うん、あ私たちも訳したい、私たちも訳したいっていうことからだったんですね、うんうんうん、ですから、まあ、全てボランティアでやりました。そうですか、はい、まあ、私たちの教会でもねこれ使わせていただいて、お友達伝道にね、だこの漫画がついてるともう全然みんな抵抗なく受け取れますし、もうまずこの目から入ってきますからね、文字ではないのですごく効果があったんですね。本当に素晴らしい、この子ども伝道弟子訓練に特化したトレジャーハントシリーズ、これについてですねお伺いしたいと思うんですけれども、実際に何か今日お持ちくださっているものがあるそうなんですけれども、この政策の、まあ、きっかけとなりましたところからそれではお話しください。これをやっぱり終わったら、じゃあどうするか、子どもがイエス様を信じて、うん、そしてじゃあそのためにも子どもがやっぱりその信仰が本当にしっかりしたものをするためには、うん、何かの学びがあるという、はい、ですから同じ流れのやつで作ったんです、うん、はい、その子どもの、ね、には特別な、うん、ポテンシャルがあるということが後から分かりました、うんうん、やっぱり私たちは、まあ、誰でもこうイエス様の、うん、この福音を伝えるために、うん、でこれは、まあ、8歳の子どもが自分の友達をイエス様に導くために作ったものですけれども、私は心のケアのためにハンドマッサージ の, ストレス の解消のための、そして心のケアのためのトレーニング をやってたんです。あるお母さんの幼稚園生の息子さんが一緒にいたんですね。で彼が全部それを見て、で後でその子も一生懸命やろうとしてたんですね、幼稚園生 で今度はいわきで私は牧師 の, その心のケアのトレーニングをした時に、うん、途中でその牧師先生の一人 の,、うん、お嬢さんが戻ってきて、うん、彼女中学生、で彼女もそれを一生懸命見て、うん、で後で避難所に行った時に、うん、彼女は制服のままで一緒に行って、うん、彼女も一生懸命それをしようとしてたんですね、うん、でこういう心を持つ、うんだなってやっぱり若者とか子供が、うん、
すごく自由で本当に、はい、素晴らしいなと思ったんです。で、まあ、先生がご覧になったと思うんですけれども、この図の中にはですね、はい、この世界で、イエス様を信じる人たちのこの年齢からいくんですけれども、不思議に 80% の近くが14歳未満なんです。なるほど、はい、30歳を超えると、非常に少ないんですけれども、難しくなるんですね。やっぱり子供がどこよりもすごいんですよね。柔らかいですもんね。はい、そうですか。今回トレジャーハンター新しく出版されたものが終わりになると聞きましたけれども、何かお持ちくださってますか。はい、で、はい、これが、3冊1から3のシリーズで、はい、15クエストなんですね。で、この1番目は信仰の確立、はい、そして2番目にキリストにあるアイデンティティ、そして3番目に自分の周りの世界にインパクトを与えるということで、でこれは、まあ、子どもを伝道の対象としてイエス様に導くっていう、それだけじゃなくって、主の弟子として育てていく、ディサイプルシップのシリーズということなんです。学んでいらっしゃるということですね。はい、もう本当にこれを用いて実際にはどういうふうにこうしていけばよろしいでしょうか。何か具体案ありますか。はい、はい、まあ、いろんな形で、用いていただくことができるなって思うんですけれども、例えば教会の日曜学校で一つのクエストずつ学んでいくっていうこともできると思います。で、あとやっぱりこのディサイプルシップっていうふうに、それを目指しているわけですから、例えば教会の青年の方が、キッズとかユースの人と、定期的に会って、そしてディサイプルしていくって、それはもう青年にとっても子どもにとってもすごく大きな成長になっていくって思います。で、そしてこれぜひ進めたいなって思うのは、私これはまあ子ども版ですけれども、大人用にゴスペルベンチャーっていうディサイプルシップのシリーズ5冊あるんですけど、私は大学生の娘とやってるんですね。で、主人は社会人の息子とやっているんですけれども、自分の子供をディサイプルできるってすごい大きな喜び、これも一番のね、すごい特権です。訓練は一番それが大事ですもんね。はい、ある意味ではね。で、本当に子どもたちが何を考えているのか、そして一緒にいろいろ話しながら、また一緒に学ぶことを通して子どもたちがキリストにあって成長していくのを見れるっていうのは、もう本当にクリスチャンの親として大きな喜びですけど、普通はやっぱり子どもが大きくなると、なかなか親と一緒に、時間過ごして学ぶってだんだん難しくなると思うんですよ。でも小学生とかこの若い時だと、こういうこのカラフルで、ミニ漫画も入ってるね、楽しく学べる。で、こういうのを、1週間に一度ね、一緒にやろうって言って、そして学んでいく、そしてそういう時には特別なおやつを準備したりとかね、そしたら子どもももう喜んで、でクリスチャンの親としても、やっぱり自分の子どもをキリストの弟子として育てるっていうのができるっていうのはすごい特権だと思います。本当ですよね。先生方のビジョンがこれが用いられて祝福されますようにね、私も祈りを共にしたいと思いますよね。これからこうどのような展開をしたいと、そういうビジョンが終わりになりましたら、どうぞ。あまりにもいろいろあるんですけれども、素晴らしいね、もう天から来るんですね。はい、まあ、そうですね、ちょうど今月ですけれども、私たちは、東北にこの被災地にですね、初めての、トレジャーハントスタッフを送ることができました。素晴らしい。彼女は2年間、ポーランドから日本語達者で、それで彼女が、ユースと子どものミニスリーをいろんなそちらの教会、教会が少なくなってしまっているんですね、特に福島は。あ、そうですか。だからその地域で、その若者と子どもたちのトレジャーハントをやるために、まだまだ学ぶことがいっぱいあります。そしてもう一つですけど、これはものすごいエキサイティングかもしれないんですけれども、はいはい、トレジャーハントアプリ、あ、
もうすでにアプリも、はい、で今年それもできるんですけれども、それがそのさっきのポケット漫画が、そうですね、体験になるアプリ、でゲームもいろいろ入って、で今シリコンバレーで、はい、ボランティアチームが中心で、はい、まあ、アメリカ全国いろんな人たちがボランティアして、そのアプリを作って、このアプリでは、どのユースでも、例えばサンパウロでもロンドンでもパリでも、はい、シンガポールでも、座ってアバターを選んで、そのアバターが友達をみんな、このトレジャーハントの体験に誘うんです、で入ってきてみんながそのゲームとかいろいろやって、最後のチャレンジがあるんです、でイエス様を信じないかっていうこと、それで彼らのその応答が今度送った子に戻ってくるんです。なるほど。だから15分後で、もう何々くんな、何々ちゃんとか、イエス様を信じたってすぐに分かるんです。だから楽しく、すごく簡単で、これ楽しみですね。友達をみんなにね、紹介できるっていうこと、もう紙の媒体っていうのは今もう新聞もそうですけれども、もちろん意味があってね、やはり紙だからこそ良いもの、聖書もそうなんですが、紙だからこそ良いものってたくさんあるんですけれども、同時に今の時代、コロナの時代もそうですが、バーチャルとリアルが、一体となっていろんなものが仕事もビジネスも進んでいるように、やっぱり伝道宣教もこれ大事ですもんね。この、アプリを通しても本当に進むといいですね。それで先生もう本当に早く進めてくださいもう本当にそれぜひ広がるときっと伝道が早くこう起こるんではないかと、進むんではないかと思いますね。ありがとうございます。それでは最後の質問になるんですけれども、これらの伝道ツールをですね、ぜひうちでも取り寄せて使いたいという方がいろいろ今視聴者の中にもおられると思うんですけれども、どうすればいいのか具体的にちょっと教えていただけますでしょうか。ウェブサイトの中からこの newdaytoday.net っていう、そこから入っていただくと、いろんな資料も出てきます、でそこのメニューボタンからご注文っていうところをクリックしていただくと、その下にフォームが出てきて、そこに注文していただくことができるので、ぜひぜひ本当に、皆さんに使っていただきたいなというふうに思っています、で、私たちやっぱりこのニューデイトゥデイは、全てのクリスチャンが証しができる、福音を伝えることができる、そして弟子訓練をすることができる、この3つのことをすることができるように、でそのための資料作り、日本にあった資料作りをしてきたんですけれども、この日本の資料のために神様から示されたことがあるんです、それは日本の資料のためには海外からの献金を一切受け付けないっていう、でその中ででも次から次へと神様に導かれて資料を作ってきているので、私たち実は多額の借金をミッションにしているんですけれども、だからぜひこの資料を皆さんに用いていただきたい、購入していただきたいと思います、でそれと同時にこのウェブサイトの中からこのご献金に熱心に示されて導かれた方、ぜひご献金していただけるとすごく感謝だと思って、ぜひよろしくお願いいたします、とっても、恵みのある大事なお知らせです。本当にありがとうございます。これからもお二人がますます神様に用いられて、もう私はどんどん神様が先生のお尻を叩いて水の中に入り込む新しい波紋が起こる、もうこのことを期待しておりますのでぜひ頑張ってください。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。お働きが祝福されますように、どうも。皆さんいかがだったでしょうか。また一つこの伝道が進んでいるなということを感じているんですね。コロナの時代です。いろんな行き詰まりを覚えたり、今までとは違う時代が来ているということを感じていると思うんですよね。でも神様の宣教はノンストップですね。止まることはありません。皆さんどうぞ祈りながら先生方の働きもお助けいただければよろしいかと思います。どうぞたくさんのツールを用いて、伝道が進んでまいりますようにお祈り申し上げます。それではまた来週のクリナビでお会いしたいと思います。お元気でごきげんよう。さようなら。